野崎チャンネル、オリックスバファローズ、リーグ優勝おめでとう、3連覇。3連覇です。3連覇でも3連覇中初めてマジックがついて、はい、じゃんじゃん減らしていって。あ、そうか、去年最終戦で決まりましたもんね。そう、去年はあの首位立ったの2回だけだから。はい、そうだ、あの6月か7月に1回首位立って、はい、で次立ったの最後だけだから、うん、一番最初の優勝の時もロッテにマジックがついて、うん、でロッテが2か3まで減って、でロッテが負けて、はい、でオリックスの優勝だったから初めてマジックがついて、で着実に減して3連覇です。はい、しかもあっともう今年は圧勝でしたね。そうだね、うん、若干怪しい時もあったけど、うん、もう最後は一気に突き放したね、はい。まあ、でもやっぱりその反物はもう一番はやっぱ山本、はい、山下、うん、宮城、うん、この3人、はい、負けへんもんな。そうですね、まあ、山下がねしかもちょっと怪我して抜けたってなったら、うんうん、東が出てきちゃって、うん、東が今負けなしの5連勝、うん、でたまに曽谷が投げて、うん、で田島も1回抜けたけど、うん、山下が抜けた時に帰ってこれたっていうのもあるし、はい、まあ、でも途中苦しかったのよ。ワゲスパック先発にしたりとか、うん、ありましたね。夏場はちょっと先発6枚いないから、うん、あとはあのリリーフで、ね、うん、あのやってみたりとか、うん、全体的に先発ちょっと6人バシッと揃わないから、うん、なかなか苦しかったところもあったけど、うん、そこら辺はうまく巻き返したなっていうところもあるし、うん、FA で取った森も途中いなくなったりとか、はい、したし、最初から最後まで頑張れたの若月と中川、うん、紅林、宗、ここら辺じゃん多分。あと頓宮。ああ、そうですね、頓宮選手も大きかったですね、うんうん、だからね、うん、紅林も最初あんまり打たなくても我慢して使ったら最後で、ね、うん、結構打つようになってきたし、あと山崎幸也投手もシーズン通していなかった。ああ、野手で、あ、野手か、ああ、そうですか、うん、で外国人もねセデーノ取ってきて良くなったけど、うん、ダメだったら下ろしてね、ダメだったらすぐ落とすのも良かったな、我慢せえもんな。だから今のプロ野球選手1年間通して結果残す選手が少ないから、うん、いい時上げて悪くなったら下げるみたいな、うん、茶野とかも最初良かったけどな、うん、途中苦しくなったら下げてとかもあったし、うん、池田も上がってきたら打ったけど調子悪くなったら下げるみたいなね、うん、そのいい時使って調子悪くなったら下げるが結構ハマったしな。セカンドもな、うん、義母守ってるしね。そうですね、だって去年の日本シリーズから言ったら、うん、半分いないからね、まあ、今杉本帰ってきたけど、はい、ちょっと前だったら福田いない、杉本いない、うん、吉田正尚がいない、うん、で伏見は FA でいなくなった、うん、セカンドの足立とかもいない、はい、去年の多分日本シリーズと一緒なのは紅林、うん、宗、中川だけちゃうか、あとはもう全部変わったよ、うん、まあ、変わったっていうか、まあ、その選手も出るけども、はい、そう、でも圧倒的な戦力もいなくなってるわけじゃないですか、吉田正尚選手っていう、うん、その中で、まあ、森選手が来ましたけど、それでもピッチャー負けんからな、すごいですよ、山本、宮城、山下が、うん、まあ、抑えるもんね、防御率もいいしね、はい、うんうん、しかも中島監督だから就任から3連覇ですよね。そうだね、うん、まだ優勝しかしてないですよ、うん、で後ろもな、宇田川、山崎総一郎も最初ちょっと悪かってね、はい、まあ、WBC もあったっていうのもあるし、うん、なかなか後ろははまんなかったけど、うん、やりくりできたもんな、はい、だから去年でいうと、ね、比嘉で阿部、うん、宇田川、山崎総一郎で、ワゲスパック、うん、で平野でな、うん、リリーフは熱かったけど、うん、その中で宇田川も山崎総一郎も、まあ、中盤になって上がってきたけどいなくなって、で阿部ちゃんも調子悪くて、でワゲスパックも前行ったり、うん、ほぼ後ろを崩壊したけども、うん、出てきたしな。そうですね、だって途中近藤とかウルシアラとかも投げてたしな、そういった意味で大きかったなっていうね、すごいやりくりがでもうまくいったんですね、うん、まあ、打率は2割4分9厘今日時点でね、うん、パ・リーグ1位タイっていうところと、はい、まあ、得点圏打率がなんて言ってもめちゃくちゃ高いっていうね、そうなんだ、うん、2割7分4厘はダントツ1位だからね、だってフォアボールとか305で一番少ないからね、うん、パ・リーグの中でエラーも40個と少ないしね、うん、そういったところも大きいかなっていうね。でも投手陣は防御率 2.651、 すごい、すごい、先発 2.60、 リリーフ 2.73、うん、両方2点台すごい、うん、で失点355、唯一の300点台だから、まあ、やっぱ失点圧倒的に少ないよね、うん、クオリティスタート率 53.66% はパ・リーグ1位、被打率2割2分1厘パ・リーグ1位、援護率 3.68 パ・リーグ3位現状。あ、そうなんだ。やっぱり どっちかっていうとやっぱり投手陣なんだね。そうですね、うん、山田生き返ったね、控えたね、今年完全にね。あと小木田ね、ああそうですね、よかった今年、うん、東は救世主よ、うん、めちゃくちゃ ねしかも負けへんしな、うん、かなりの救世主。そっか、育成から 1.79、 8試合に出て5勝0敗か。頓宮のやっぱり3割今7人だけど、頓宮の出現でかかったよな、うん、吉田の穴埋めたもんな、うん、
森選手とともにもう吉田選手の分はね、うんうん、全然埋まりましたよね。あと紅林の2割6分6厘も何気にでかいな。終盤出てきましたよね、うん、めっちゃ打つっていうところもね、うん、勝利と育成並列でできたな、うん、勝ちながら育てて、うん、1、2軍の入れ替えも多かったし、うん、で上げてきたらすぐ使うんだよね。だまたそいつが打つんだよね。そうなんですよ、うん、長くは続かないんだよ。長くは続かないけど、はい、いい時に上げて池田とかも佐野とかもそうだし、うん、なんか出したら打つんだよね。でそれがまた勝利に絡んでくるっていうところは、まあ、大きかったなっていうところと、やっぱりね投手陣で踏ん張るっていうところでエラーの数が少ないっていうところがその1点勝負に勝ちきれるところでもあるから、うん、そうなった時にやっぱその守備陣で頑張るっていうところはそのピッチャーだけじゃなくて野手のミスが少ないっていうところもチームの勝ちとしてはかなりの貢献度高いっていうところでは、うん、ディフェンス面がまあ良かったなっていうね、うん、ところは大きくあるかなっていうね、はい、でも手吉投手も2年連続ノーヒットノーランですしね。さすがですよ。本当山本宮城山下で3連敗したのはこのオールスター明けの25、26、28だけなんだよね。あ、3連敗したんですかその3人で、うん、そこで、まあ、3連敗したけども多分連敗は多分、ね、3連敗までなんだよね、うん、4連敗以上がないんだよね。しても3連敗っていうところで、うん、誰かが止めてくれますもんね、うん、そこがずっと毎週負け続けるってないからね。そういったところではまあ大きかったなっていうね、うん、まあでも結局ダントツだったな。ダントツですよ。あ、もう気づいてみれば、だってめっちゃゲーム差開きましたよね。うん、ね、ソフトバンクには負け越してる。え、そうなんですか。いや、そう、山本が負けてるから有原に。ああ、有原山本対決で有原は山本に対して強くてそこでオリックスで勝ってて、だから山本が勝ててない分負け越してるんだよね。うん、すごい抑えてはいるんだけど、あのそれ以上に有原が頑張っちゃってね。でソフトバンクに山本3勝3敗だからね。対西武防御率 1.78、 日本ハム 0.60、 ロッテ 0.64、楽天 0.00、 ソフトバンク 2.33 だから 2.33 でも打たれてるけどね、うん、それで打たれてるってなっちゃうんだけども、まあ、全部6試合先発して3勝3敗だから、まあ、その分多分ソフトバンクに他のチームと比べるとあの負け越してるっていうね。楽天 0.00 って1点も取れてないんですか。そうだよ、まあ、多分1試合しか山本投げてないからね。完封されたってことか、うん、っていうところではまあ強さ発揮したなっていうね、はい、まあ、圧勝でしたよ、うんうん、まあ、だからねオリックスはもうこのまま日本シリーズ行くな。だって多分、ファイナルで山本宮城って待ち構えてるんですよ、はい、そこに当たるのが2位3位チームの良くて3番手、うん、悪かったら4番手だから、日程的にね、3番手4番手が4番手5番手が投げるから、俺が万が一オリックスがクライマックスで負けるとしたらロッテが、まあ、2位でも3位でもいいんだけどファーストステージを勝ち切って初戦に佐々木朗希で山本でぶつけて奇跡で勝てたらワンチャンあるんちゃうかって、それでもワンチャンあるんちゃうかと思うけども、まあ、順当でいけば待ち構えてるからな山本が。完全に部はオリックスにありますよ。うん、そうだね、うん、絶対的なメンバーもいなかったけどね。うわこいつえぐいな、まあ、頓宮ぐらいだね、うん、本当ずっとなんか絶対的に頑張ったなっていうところは、首位打者争いっていうところでは、うん、あとは流動性持っていろんな選手を使いながらいろんな作戦しながら、うん、なんとか踏ん張って中島さんの知識とチームの強さが連合してね、うん、勝ち切ったらっていうところでは3連覇だからね。3連覇すると思わなかったけどな、うん、でも中島監督もこれでもう名監督ってもそうだ、ね、言われるんじゃないですか、うん、采配とかもやっぱ光りますもんね、うんうん、そうそう、だってあの勝てば冠軍だから、はい、勝って采配悪いけど勝ったなっていう監督いない。勝てば全員票だからもう何やり方とか関係ないのよ、うん、勝ったらもう全部がうまくいってるから、うん、全部評価されるから、うん、そういった意味ではね3連覇はえぐいよな。関西人の僕からするとオリックスの勝つは考えられないですからね、うん、だからもうあの阪急ブレーブスの強かった時の、うん、と頑張れ頑張ろう神戸か、いや本当にほんまそれぐらいですから、うん、もう幼い時なんかオリックスの試合は、うん、天然サロン、はい、日焼けしに行く場所観客席ほとんど空いてるから横になって寝る。横になってる人いましたよね、うん、神戸ね、神戸、神戸、うん、で小学校でチケット配られてもみんな行かないから捨てる、うん、へえ。誰がオリックスの試合なんか行くねんみたいって言ってたレベルでした、うん、今オリックスファンもどんどん増えてるんじゃないですか。そう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 、いい選手多いし。だって俺ら現役の時オリックス弱かったからね。すごいやろね、え、うん、それが3連覇だからね、すごいですよこれは。なあ、はい、今年はきっちり6戦、うん、7戦も京セラ取って開けてるやろ、ちゃんと神戸とか行かへんやろ、普通に開けてるでしょ。なあ、あの寒かった寒かった、まあ、あれでもあの1回目の時だよね、はい、2年前だよね、ヤクルトやった時はね、こうやってしましょうね寒すぎてそうなんです
そうそうそう、行きしろかったもんな。まあでもね、見事3連覇だからね。私すごいなと思うのが、今年はすごいオリックスが選手の売り出し方がもうアイドルみたいなこといっぱいしてたじゃないですか、うん、でもそれが多分オリックスじゃないと成り立たないなぐらい、みんななんかすごいビジュアルもイケイケで、それで強いってすごくないですか、うん、見ました、アイドル売りしてるの。でも結構やってるよな、いろんなこと。オリックスいろんなことやってます、芸人風にしたりとか、うん、アイドルにしたりとか。売り出しがすごいですね、うん、すごいです。でも多分ロッテもやったらビジュアル系いけると思う。行きます。だって佐々木朗希やろ、荻野、うん、でしょ、はい、で、あの中村翔吾でしょ、うん、藤岡、あ、藤岡ね。で、あと藤原ね、うん、あ、うん、結構どの球団もいけ、やったらいける、 やるかどうかだけだね。なんかやるかやらないかか、うん、やったら、だって阪神とかでも近本いけるやろ、はい、行きますね、うん、中野もいけるじゃん、梅ちゃんもいけるしね、うん、坂本も、サトテルはちょっとちょっとちゃうな。濃いでしょ。サトテルちょっとちゃう。たこ焼き屋の顔。サトテルちょっとちゃう。そんなビジュアル一致ないけど。あとキラミいけるじゃん。キラミいけるですね。西純也投手とか。ああ、うん。それこれに名前上がんなかった選手ちょっとかわいそうなんで。いや、それはだってがっつり男系だから、それはそれでしゃあないじゃん。そうそうですね。完全そっちです。ブサイクとかかっこいいとかじゃないからね。そうですね。化粧しても似合いそうなやつだけだから。あの甘い方か男っていう感じがってことですよね。広島も多いですからね。石川遼も多いし、うん、森下いるから。森下、うん、そうですね。松田もかっこいいからね、ルーキー、うん、あ、そう、話題になってますよね。小園いける。小園、うん、で、大外に新井さん、アンダーソンとかかっこいい。藤井ちゃん、いけんよ、それ無理。藤井さんはちっちゃめで新井さんだって藤井さん、藤井ちゃんはもうあの大阪のロボット焼きのおばちゃんやでしょ。藤井さんの藤本さんがミスやったんですよ、たこ焼き屋。何の話やって。オリックス優勝のやつだから。いや、そうですね。いやでも甘いビジュアル系多いねって話。多いね、はい。まあ、今後もね、うん、日本シリーズ向けて関西ダービーになることがね、楽しみですよ、CS、ね、も含めて、はい、うん、じゃあということで、はい、オリックスバファローズ、はい、3連覇おめでとうございました。